藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日も私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、穏やかな気持ちでおおらかに受け止めていただければと思います。私が勝手な感想を言ってるだけなんで、特別な知識とか分析を披露するわけではございませんが、一緒に楽しんでいただければと、記憶の中と比べながら、あるいは聞いたことのない方は今度こういうふうに聞いてみよう、この曲聞いてみようかしらなんて思いながら、ゆったりとした気持ちでお聞きいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。でその上でですね、私もその曲好きだったとか、今度聞いてみようと思いましたとかいうお気持ちになった方は、ぜひともチャンネル登録またいいね、このアーティスト好きだとかいう方はチャンネル登録またいいねで、ぜひともその意思を表現していただけると私としては励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日ご紹介する企画はですね、ライブ版トークです。野口五郎さんのライブイン、五郎イン日生シアター77、野口五郎特別リサイタル、日生劇場特別リサイタルというやつの1977年バージョンです。CD2 枚組でだんだん2枚目の方の真ん中に入ってきました。曲としてはどうやらこの辺りがピークだぞという、絶唱型の曲に入ってまいります。こちらです。愛の嘆き、野口五郎さんの愛の嘆き、有馬美恵子さんが作詞、曲と編曲が庄司修さんです。こちらは私、詳しく存じ上げないで恐縮なんですが、五郎さんのアルバムのどれかに入ってるんでしょうかね。非常に先ほど絶唱型のと言いましたが、かなり感情を込めた歌い方で、ひょっとして泣き出してるくらいの、思いが込められた、もちろんこれは歌唱力として表現しているものだと思いますが、そんな歌です。愛する女性に捨てられた男の話っていうのは未練がましくてよくないんですが、実際そんな感じ。愛する女性が出ていった。それはなぜかというと、2番まで聞いていくと、最初はただ嘆いてるだけなんですね。どの口がそんなこと言うんだよみたいな歌詞まであって、偉くね、正直言うと女性に逃げられたにしてもあんまりかっこよくねえなと思いながら聞いてるんだけど、2番行くとどうやら彼女の紹介してくれた別の女性と、だからその女性が紹介してくれた別の女性と、ちょっと間違いがあって、それで、彼女の方が消えてしまった。これからこの愛を失って僕に生きていけというのかっていう嘆きの歌です。非常に絶唱型でメロディーもゆったり聞かせて、この愛をなくして生きていけるものかというようなんで、お前はそれで生きていけるのか、お前のためにこの家に移り住み、友達とも仲間たちとの関わりも絶っていたのに、幸せになってねみたいなことを言って、お前がいなくなるっていうのはどうし、俺には信じられないんだという思いを切々と歌っているという、非常にドラマチックな構成で歌っています。嘆きとは言いますが、この嘆きっぷりの基本基礎は、どこにもともとの、原因があったかというと、間違いなくご本人にあると、この歌ってる方にあるという設定なんですが、なんせ五郎さんの歌声が切ないので、で最後の方はね、もうなんか先ほどちらっと言いましたけど、泣いてるのかなくらい の発声の仕方をしています。どうなんだろう、金なりましたが続けました、続けますね。どうなんだろう、なんかその感覚っていうのは、今風に言えば非常にこう自分勝手だし、今風に言えばというかね、男の側から言えば自分勝手だし、男がで、悪く言えば未練がましいしっていうところだけれども、彼はそういう意味では女性の愛の、愛がそこにあることを心から信じ込んでて、多少の老いたでは許してくれるはずじゃないかって迫ってるようにも聞こえるんですよね。でやりようによってはなかなか嫌味な男になるわけですけど、何を言ってんの、女をバカにするんじゃないわみたいな話になりかねないんだけれども、ここを五郎さんの声と五郎さんの表現力で言われると、本当にこの人悲しいんだなっていう、
悲しみのきっかけどうも自分で作ったらしいけれども、そんなことよりこの人本当に嘆き悲しんでるなと思わせてくれる。いよいよここでぐーっと高まってきて、ただこれではまさに絶唱系の歌だけど、これでは終われへんのちゃうかと、終われないなと私は思うんですが、その次いよいよ、ピークの一曲がやってまいります。これはある意味愚かな男の嘆きの歌なんだけれども、それをもう切なく切なく歌い上げる五郎さんの表現力、ここを楽しむ。そしてサウンドのスケールの大きさみたいなもの、さらに大きな、愛の熱烈たるものを歌うものがその次の曲として用意されていて、ここに向かっての助走みたいな意味合いもあるかもしれません。五郎さんの表現力あってこそ嫌味にならずに済んでいると私は思いますが、いかがでしょう。さあコンサートのピーク迎えました。愛の嘆き、野口五郎さん、今日ご紹介いたしました。先ほどからちらちら言っておりますが、1978年版にも出てきます。あの曲がこの次に控えております。五郎ファンの方々ご存知の曲だと思います。今日は野口五郎さんの五郎院日生シアター77から愛の嘆きご紹介いたしました。チャンネル登録といいねの方もできればよろしくお願いします。次回またそのピーク中のピークでお会いすることになりますので、ぜひともまた次回もご覧ください。最後までご覧いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。